ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。 DJ& アナウンスコース川本海星です。同じく DJ& アナウンスコース2年山田明日香です。この動画では計4回にわたりライブ企画するんで学校休みますボリューム1に出演するアーティストをお呼びしインタビューをしていきます。今回は第1弾ということでトップバッターを務めていただくのはこの方です。青というバンドでギターとボーカルをやってます、安田貴博といいます。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。青というバンドなんですが、はい、大文字で A、小文字で O ということですが、はい、バンド名の由来なんてあるんですか？前に、別に解散したとかじゃなくて前身のバンド名がレゾンデートルっていうバンド名で、でそれがすごく読みにくいと、これなんて読むんですかってすごい言われたんですよね。まあやっぱり分かりやすい名前にして、でしかもその方が A とか始まるって2文字とかってすごく多分一発で覚えてもらえると思ったんで、あとみんなで4人でうちの楽曲を、まあ、例えばいろんな曲があるんだけど、例えばなんか色とかで示すと何色の曲が多いかねって話になって、はい、圧倒的に青色という、まあ、4人ともそういう意見だったので、ね、ああじゃあ世界観そこで共通してんだなというふうな意識を一つ統一してるのが分かったので、それもじゃあ名前に一個表してみようと思って、それダブルミーニングみたいな感じで青という名前にしました。結局なんて読むんですかって言います。音楽はいつ頃されたんですか？中学校2年の時にギターを友達に触発されて買ったんですけど、F が抑えられなくて、はい、なので、まあ、お尻にこうしまって、まあ、バイオハザードが発売したのでバイオハザードやったんですよね、はい、でそうしてるうちになんかもう数ヶ月が経ったんですけど、急に学校座に出るのにお前がギターを弾けと言われるって、そこから新規で練習して、なんか中2の終わりぐらいに急に真面目になった感じです。ちなみに何弾いたんですか？ルナシー。知ってますか？はい、わかります。どはい、ルナシーやりました。周りの人はね、結構モテたいから音楽をやるみたいな人も結構いたんですけど、僕全然そんなことは考えてなくて、そんなことやっても俺なんかがモテることがないと思ったんで、単純にその僕の中ではちょっと気持ち悪い話かもしれないけど、ルナシーはアイドルだったんですよね。で、あ、こういう人間にいつかなりたいなと思って、ギターがどうとか曲がどうとかっていうのを、その、ね、なんか人間としてすごい尊敬してる感じになっていたんですよ。なので同一化を図りました。頑張りました。詩とかはどのようにして書かれてるんですか？歌詞ですか？はい、どのようにか、いや結構僕は先にメロディーが完全にできてしまうタイプなんですけど、実は歌詞を書く前にアレンジまで結構できてしまうことがあって、はい、でアレンジができるとその曲の持ってる空気感みたいなのが限定されてくるんですよね。でそういう制限された中でしかじゃないと書けないっていうのがあって、俳句みたいなもん、五七五っていう制限があるから書けるみたいな。でそれであとはもうノーコンセプトでその言葉数とメロディーに当てはめる言葉を連想していくんですよね。そしたらなんか無意識に自分が言いたかったことこれだなっていう文章が出来上がったりします。結構日常生活とかでは普通に歩いてたりして出てこない？あ、全然出てこないです。おしっこしてる時にいいメロディーが出てくる時もあります。CD 化してますよ。バンドとしての目指してる夢とかってありますか？メンバーチェンジは結構あったんですよ、うちは。今のメンバーに至るまで、今のメンバーはすごく最高だなって思う、心から思えるメンバーなので、できるだけあいつらと長いこと音楽を作っていきたいなっていう、結構ささやかですけど、それは夢です。最後に僕たちから安田さんにお願いがあるんですけれども、はい、ですね、この動画を見ている方たちの中に、うん、やはり自分の夢とか目標に向かっている人が多いと思うんですけれども、はい、そういった方に向けてこれからその夢に向かって頑張っていけるようなエールを込めたメッセージを一言安田さんから言ってもらいたいんですけれども、いいですか？はい、わかりました。じゃあさっき書かせていただきました。あったかいものを食え。これはどういう？うわ、あったかいものを食えってことなんか結構これマジな話で、はい、まあやっぱり頑張ってるとか目標があったりすると言い訳できない失敗とか言い逃れできない自分の至らなさとかに気づくことはあるんですけど、
まあ、そういう時一人でなんかもう食うものも用意するのめんどくさくなっちゃって、なんか適当に買って済ましたりするじゃないですか。その適当に買うんでもいいから、それコンビニで買ったそれを温めてもらって、温かいものを食うとちょっと本当にメンタルが少し違うと思うんで、これは僕本当実体験なんですよね。なので意外と真面目なことを書きました。でも北海道のものって美味しいですもんね。え、うん、鍋とかそうね、そっちにね、うん、はい、ありがとうございましたじゃあですね、このメッセージなんですけれども、じゃプレゼントしちゃいたいと思いまして、今回ですねライブ企画するんで学校休みますというライブなんですけれども、これを見に来る方全員にチャンスがありまして、詳しい抽選方法につきましてはライブ当日に説明させていただきますので、絶対にチケットは捨てないようにしてください。ぜひ8月7日はコロニーに足を運んでみてください。ということで、ここまでは青のギター&ボーカルの安田貴博さんとお送りしてきました。安田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。